ウティエル・レケーナのブースになります。今回は、ボルドーのワインメーカーファミリーの会社が、スペインでより良いワインを、生産するためにブドウ園や瓶詰めや設備に投資をしまして、で2014年に設立しました BVC ボデガスという会社になります。こちらの特徴は土地のブドウボバルを使ったものを主に作っているんですけれども、今回は白、ロゼ、赤ワイン、そしてレゼルバを、ご紹介しております。中でも特にご紹介したいのはこちらの赤になりまして、2020年のものなんですけれども、夏のベルリンワイントロフィーコンクールで金賞を取りました。こちらのワインの特徴としましては非常にフレッシュでジューシーなものになっております。ぜひお試しください。